日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、水島貫島西の浦西の浦は岡山県倉敷市水島にある地域である。貫島の西部を占め、旧浅口群貫島町の中枢を担った。倉敷市貫島町西の浦、倉敷市鶴の浦にあたる。なお、当地北部の北面周辺は歴史的、地理的事情を考慮し、北面で説明する。 かつて当初であった良島山海西部を占める地区で、高橋川の東岸にあたる。対岸には、玉島の上なり、落島がある。かつて、良島町の役場が置かれるなど、良島地域の中枢的な地区である。江戸時代の頃から西の裏村の尊名が見られるようになり、当初は、良島当初にあった赤いお村の枝村であった。年に、 独立村と成島の北西にあった宮の浦村を枝村とした。元は江戸幕府領で松山大官小堀晋助が治めた。万事元年に成和藩山崎市の所領に入り幕末まで至る。成和藩陣屋は倉敷市立蔵島西の浦小学校の位置にあった。干拓により本土と陸続きになると西高橋川の川口部となり次第に 村の西と南側に日形が生まれるようになった。その日形は元禄年間から文星年間に至る間に干拓され神殿開発が行われた。さらに南沖合に鶴神殿干拓が嘉永3年に完成すると地形は一変し西の裏の集落を山寄りに見ることとなった。備中村間には なりわりょうは,は郡西の裏村582国八都2章と乗る。当初時代から川口部時代にかけ瀬戸内有数の港として栄え、松山など内陸の集産地として繁栄した。古くから地域一体の海上交通の守り神として崇められてきたヘラトリ神社には当時の海運で財を成した豪商たちにより寄進された回廊などがあり、 王子の繁栄を伺うことができる。しかし、戸間島港ができると西の裏港は次第にその地位を奪われ、また沖合の干拓により港としての機能も大幅に縮小。水分関係者や漁業者は農業へと転身し、かつての海運による豪商は神殿で生産される面花やイグサ及びそれらの加工品の売買により活躍。明治期に鶴島村の中心地となったこともあり。 現在も、明治の合商の名残を残す古い町並みが残っている。しかし、町並み保存地域に指定されておらず、地元の保存活動もないため、観光地化もされておらず、今後の町並み保存に課題を残している。明治元年には、鶴新田村を合併するも、同13年に分存している。同22年6月1日には、村生を施行した。同36年1月1日に、 西の浦、亀島、鶴神殿、鶴島の4、村が合併し、新たな鶴島村を新設し、役場を西の浦に設置した。西の浦地区内には、腕、イテン、どんどんなどの珍しい地名があり、腕は、源平水島合戦に関連するとも言われ、イテンは、イテンを祀る神社に、由来。 どんどんは谷川の流れる音に由来するなど言われるが、諸説あり断定はできない。両村内バスのバス停どんどんがある。津良島の大江出身の詩人、鈴木田ダ金の詩碑が、当地東部の薬人社境内に建てられている。水島工業地帯が造成されると宅地が多く、造成され、人口が増加。特に南西部に、川崎製鉄の巨大社宅が建設され、 鶴の裏の大技が新設された。これにより、新たに西部を学区とする霞九小学校が1967年に設置された。川崎製鉄の社宅群は取り壊され、現在はこの学区の児童は減少傾向にある。地図住所表記のないものは西の裏に所在。ありがとうございます。